港祭りは、愛媛県四国中央市三島で7月23日から25日の3日間、行われる夏祭りである。1日目は、JR 伊予三島駅付近の四国中央市立三島、小学校グラウンド及び商店街で、四国ど真ん中温度、カミンバーのリズムに合わせて、総勢1000人が踊り競う、踊り、大会が開催される。2日目は、伊予三島駅前通り商店街で、 ナイトバザールが催される。ナイトバザールでは、アジア屋台村や、四国の中心的な位置にある伊予三島の立地を考えて、阿波踊り、よさこいなる子踊りなど四国4県の代表的な祭りを一堂で共演して、大変賑やかなものになっている。3日目は、三島神社に、たくさんの屋台も登場して、港祭りのフィナーレを彩る、天神祭り花火大会が催される。 天神祭り花火大会は、港祭りのフィナーレとして行われる。三島宮川の三島川の江コを会場とし、7月25日20時21時に、打ち上げ数7,500発という盛大に行われる花火大会である。大小の玉に加え、水中彩色玉を使用した大迫力のオープニング。特殊打ち上げ、尺玉30連発のほか、特大スターマインが共演され、 フィナーレは大空中なやがである。花火大会の主な鑑賞スポットは、三島神社付近の港、また三島川の江降の村松岸壁などがある。村松岸壁では、車の中から鑑賞することも可能。三島小学校へは、JR 伊予三島駅から徒歩約5分。三島川の江 IC からは、車で約10分。 三島神社へは、JR 伊予三島駅から徒歩約10分。三島川上 IC からは、車で約10分。村松岸壁へは、三島川上 IC から、愛媛県道333号3島、川の江高線を車で約5分。ありがとうございます。